田敬司は天下御免の歌舞伎者と囃される、前田家の武将。前田利家は敬司の叔父である。小説や漫画ゲームなどでの活躍っぷりから、大柄でぶっ飛んだ武将なイメージの人も多いだろう。しかし実は、彼の詳しい出生や功績を示す資料は少なく、敬司という名も、実は本名ではなく前田としますという。そんな知名度の割に史実が謎めいた前田敬司について迫っていくぞ。戦国一の歌舞伎者前田敬司さん、現存する鎧から身長は148センチメートルから153センチメートルほどと判明する。叔父の前田利家さんは現存する着物と鎧から身長181センチメートルから185センチメートルほどの巨漢だというのも判明しとる。花の敬司の前田敬司は利家モデルっぽいな。戦国有数の歌舞伎者なのは若い時の利家さん。戦国有数の猛将なのも若い時の利家さん。ただのいたずら好きのおしゃれチビだったのかよ。現代やと割と先輩から可愛がられそう。史実の敬司は前線で戦うというより隠密で工作活動してる感じやな。せやから各地に伝説的な逸話が残ってる。そこに史実の利家のイメージを重ねたのが花の敬司やな。前田敬司の史実、前田利家を騙して氷風呂に入れる。よくこんなに情報ないのに漫画描いたな。情報ないからこそある程度好き勝手できるからね。秘宝前田敬司さん、具体的に何をした人か誰も言えない。花の敬司のイメージだけで何十年も今日キャラずらするクズ。キセルを叩く。長谷堂だけの一発や。敬司が風呂屋には脇差しを持って湯船に浸かるもんだから、入浴中の他の武士たちも、護身用に念のため脇差しを持ち湯に浸かったら全員刀をダメにした。なお刑事の脇差しはただの竹光だった模様。お尚をぶん殴って逃げた男。会津でのとある酒の席で、傲慢な臨戦時のお尚を殴りつけてやりたいという愚痴を聞いた刑事。早速臨戦時を訪ね、お尚に囲碁勝負を申し込んだ。罰ゲームは勝った方が負けた相手の頭を軽く叩くこと。一局目はお尚の勝ち。叩くのを戸惑うお尚だったが、刑事が一歩も譲らないので仕方なくお尚は刑事にデコピンをした。二局目は刑事の勝ち。刑事も和尚を殴ることにためらったが、和尚が気にしないでというので、それならと和尚のデコを鉄拳でぶん殴った。鼻血を出して倒れる和尚を尻目に、刑事は寺を離れた。前田利家をからかって遊んでた。水風呂の椅子は絶対嘘だろ、湯気で水かお湯かくらいわかるやん。利家が脱衣所に来たら桶に入ってたお湯をさっと撒いて、湯気が立ち上ってるように見せたらしい。芸が細かくて草。前田利家は父親？おじ？おじだな。刑事は養子で前だけ来てるんだよな。父親の年久が子供に恵まれなかったから、妻の実家で、信長の重臣滝川一益で有名な滝川家の子を養子に迎え入れたとか。その子が後の前田刑事。もともと刑事の父親は家督を刑事に譲ろうと思っていたけど、信長が息子じゃなくて弟の利家に譲れって言ったらしい。親父の年久は隠居させられたんだっけ？信長によって年久に子がなく、病弱のため武者道後豚さの状態にあったからとの名目によって年久は隠居させられ、弟の利家が家督を継いだとか。刑事と年久は荒古城を追い出されたんだよな。前田刑事、小牧長久手では活躍しているはず。徳川方にさっさ成政とかいう馬鹿強い武将がいて末盛城、現在の石川県白衣軍が猛攻を受けた時、利家と一緒に末盛城を守ったとか。はい、刑事やるやんけ。でも水風呂事件は小牧長久手の後だろ。え？一緒にさっさ退けたのにおじさん水風呂に突っ込むとかやっぱり歌舞伎者だな。なんでキンキンの水風呂なんかに利家入れたんだ？刑事の逆ギレ。利家にいつも怒られてその復讐。刑事には常日頃妖怪論じ人を小馬鹿にする悪い癖があり、それをおじの利家からたびたび叱られていた。刑事はこれを喜ばず、ある時利家にこれまでは心配かけてしまい申し訳ありませんでした。これからは心を入れ替え真面目に生きるつもりでございます。茶を一服もてなしたいので自宅に来ていただきたいと思います。と申し入れた。利家は刑事が改心したと喜び、刑事の家を訪ねると刑事は今日は寒かったので、茶の前にお風呂はどうでしょうか？と利家に勧めた。利家はそれは何よりのご馳走だと承諾し刑事郎と風呂場へ向かった。利家が衣を脱いでいると、先に刑事がちょうど良い湯加減ですと言いその場を去った。利家がそれを聞き湯船に入ると氷のような冷水であった。これには温厚な利家も怒りバカ者に欺かれたわ、引き連れてこいと友侍へ怒鳴ったが、刑事は相場松風へ乗って無事に国を去った。水風呂に入れて利家あわあわしている隙にすっぽんか、すげえな。
秀吉の宴会に紛れ込んでいろんな大名の前でふざけまくったけど、上杉景勝の前ではビビってしまった、みたいな話なかったっけ。猿のお面つけてふざけ回った話か。刑事が京都にいた時、豊臣秀吉が伏見城か大阪城か名だたる大名を招き大宴会が開かれた。元来無遠慮な刑事はどこをどう紛れ込んだか、この席の一員としてなぜか参加していた。縁も竹縄な頃、刑事は猿の面をつけて拭いで放火ぶりをし、扇を振りながら身振り手振り面白おかしく踊りながら、一座の前へ踊り出て並んでいる大名たちの膝の上に次々と腰掛け、主人の顔色を伺った。もとより、猿真似の猿舞の座長であるため、誰一人として咎める者もなく、怒り出す者もいなかった。後に刑事が語るには天下広しといえども、新庭が主と頼むは会津の影勝を置いて外にある前。影勝の前へ出ると威風凛然として犯すべからず者があったので、どうしてもその膝に乗ることができなかった、とのことだった。上杉影勝のオーラヤバすぎたって話か。刑事ビビらす影勝さんヤバすぎ。花の刑事だと米沢に行ってからは歌舞くことなかったとかっこよく締められてるけど、実際は影勝は普段から歌舞伎物なんて役に立たねえからいらねえよと言ってて、影勝にビビって歌舞くのやめただけなんだよな。刑事、歌舞いたろ、影勝。刑事、へ、だいたいこんなエピソードばっかり。刑事は京都でふざけるだけふざけた後、上杉影勝に使えるからな。浪人の集団である組外衆の筆頭についている。影勝に惚れ込んだのはそうだけど、上杉家重臣の直江兼続ともともと仲が良かったのもあるな。刑事も兼続も文学の才があったのが信仰のきっかけとか。影勝って関ヶ原の戦いで負けた方だよな。西軍が敗れたと知った直江兼続が自害しようするのを刑事が止めたエピソードしこ。刑事に文学の才ってなんや。関ヶ原の後は悠々自適に連歌を楽しんだ。西軍敗退により上杉氏が30万石に減俸され米沢に移されると、これに従って刑事は米沢藩に仕えた。米沢では兼続と共に式に注釈を入れたり、和歌や連歌を読むなど自適の生活を送ったと伝わる。刑事と兼続、なんか仲良くのんびり過ごしてていいな。関ヶ原の戦いの後、私の主は上杉景勝ただ一人というくらい主君に対して最後まで律儀な男だからな。刑事はいいやつだわ。結局俺らの前田刑事は前田利家だったの？利家が正しいんやろな。刑事はふざけちびだから、花の刑事のごつさないし。前田利家って家康がビビったとかなんとか。家康が一番恐れた男が前田利家だったとか。家康が最も恐れた男、前田利家。あと10年長生きしていれば天下も取れていたというほどの実力者だった。容姿端麗で平均身長が157センチメートル程度の時代に6尺約182センチメートルを誇る類稀なる恵まれた体格の持ち主だった。槍のまた座と恐れられ一兵卒から見事に大大名へ上り詰めた。秀吉と親友だったのが良かったよな。やっぱり持つべきものは優秀な友達。正直、親友と世話になった上司が戦いになったらどっちにつくか微妙なところだよな。直前まで選べなくて戦況を見て優勢な方にしたんだろうけど、ある意味、戦国武将らしい。裏切りって言えば裏切りだけど、あまりそのイメージがないですよね。若い頃は信長側近のエリート将校だったのに、浪人したら手のひら返しされたって回想してますし、数えるほどの友人が、本気で心配して信長に取りなそうとしたんだと。その本気で心配した人に、秀吉と勝家入ってそうなんだよ。あと、秀吉死後の徳川前田の対立も、野望というより狂気が理由に見えるよね。前田が約80万石で徳川が約250万石だけど、前田の方が人気ありそうですよね。仮に勝家について秀吉が負けたら親友を裏切ったとか言われそうだよね。単なるイメージだけど、利家は勝家を親父様と呼んで慕ってたけど、お松様がお姉様とめっちゃ仲良くて利家を説き伏せたって思ってる。お松様の発言力は思ったより大きい。利家が十網を切った後に柴田勝家や森吉成らがおとりなしたってあるけど、これ嘘くせえんだよな。関係が全く見えない。実は十網がものすごい嫌なやつで仕方ないよねってかばってくれたとか。もしかばった説を採用するならそれぐらいしかないかな。利家は勝家や吉成に関われるようなポジションじゃなかったし、納得がいかないんだよな。前だけが出した資料にしかその説は書かれてないし。ただ勝家に関しては前だけに非難がいかないように結構持ち上げたエピソードを入れるのは不思議じゃないけど、森吉成に関してはそう持ち上げる必要がないんだよな。ということは利家は晩年までその恩を忘れないような出来事があったと考えてもいいのかな。利家と弟の沢木義行は最初から信長派だけど、前だけの本家自体は弟の織田信行についてたんだよな。この頃から前だけはこういう体制ができてたんだな。
こういう事情を見ると利家に家督を継がせた理由がわかるわ。それにしても沢木が織田家から追い出された理由調べてるんだけどあんまりはっきりしてないよな。利家はよく身長182と言われるが最近発見された鎧から、どうも本当は157、当時の平均で180は兜込みでだったらしいな。ただ筋肉はすごかったらしい。槍働きでは戦国でもトップ10には入りそうな豪傑で指揮官になっても太上杉武田で活躍して末盛の戦いでは3倍の敵に勝つ。割とトップクラスの名将。あと3年長生きしてくれたら、豊臣政権も存続できたかもな。どんな歴史になろうと秀吉と利家が死んだら三成は襲われる。秀吉の死後家康を抑え込んだドン。もし利家がもう少し長生きしてたら家康は何もできなかっただろうな。利家が長生きしたら家康の天下はなかったみたいな説あるが、家康が天下取りに動き出しても日夜かすり寄っていくようにしか見えない。賤ヶ岳の後、反秀吉派の織田諸将にどう思われてたんだこの人。一応派閥は作ってたんだけどな、信じまったらしょうがない。でも家康より長生きしてたらそや話は変わる。前田の天下あったかも。前田と徳川の関ヶ原見てみたい。史実の関ヶ原みたいに一日で終わらなく泥沼の戦国時代に逆戻りになりそう。状況から考えれば、徳川前田の対立時点で家康が積む可能性が大。史実でも伏見は要害じゃないからぜひとも大津城に入城してくれって京極の勧めを断ってる。前田が病身でも前田方の勢力が強大でこうなった。元気なら土下座しないとダメだが、その場合は隠居か大幅に領地削減され家康の野望はそこで終わるでしょう。戦うなら伏見で粘るしかないが、その場合周辺豊臣恩子大名ばかりなのであっさり伏見城の詐欺で終わる。何かしょぼい戦闘数日で家康死亡とかで大規模な野戦とかない気がします。利家が存命中に家康に全力土下座してるのに。史実のあの時点では当人も周囲も死病で余命はわずかと思ってた。なのにあの時点で参集してる大名は前田の方が、まあ大阪城いるし多いんだよ。健康であれば普通に伏見の家康を攻めてると思うし、この場合逃亡すれば家康の名声に致命的な傷がつく。でも伏見にいれば関東から増援来る前に殺されるだろう。死根事件で家康積むよ。もちろん土下座すれば済むがその場合の条件は隠居か領地削減だろ。家康の野望はそこで終わる。秀吉の運を着て破って、秀頼と五大老の許可なしに自分の娘と大物武将を次々と縁組させるとか、死根事件は利家が元気な時に詰められていたらマジで家康が終わる可能性あった。家康攻め発生するかね？それこそ家康はなりふり構わず頭下げると思うけど。死根問題って相手が、欧州のくせ者だて、東海道最大の要衝で膨大な軍需品がある清洲の福島、そして大阪城の対岸で水軍持ちの八須賀ですからね。誰も徳川に逆らわないって予想だったからしたのに、通訳の前田が正面から対抗。多分あの時期家康は食事も喉を通らず顔面蒼白で伏見で悪夢にうなされてたよ。前田利家とかいう戦国最強の勝ち組。182cm 超えのイケメン。幼馴染の養生目取り12歳の時に子供ができる。加賀100万石を築き上げ天寿を全う。男ともしました。妻11の肌はお餅みたいで最高やとか手紙残ってるし言い逃れのできない。あちこちから忠告や手紙もらってて草。何歳の時に養女目取ったの？20歳過ぎの一番ビンビンな頃やで。前田利家21歳、松11歳は本当に素晴らしい。全身ツルツルしててお餅みたい。松は11歳から32歳までの約21年間で2男9女を産む。なお、女性一人が産む子供の数が多かった戦国時代にあっても11人の実子がいる女性は稀有であり、記録が残る限りでは、伊達春宗の正室久保姫と並んで最も数が多い。さらに25を過ぎると妻としての役目を若い側室に取られるのが普通だが、よほど利家から愛されたのか30を超えてからも愛された珍しい例。松をババアになっても愛したから純愛や。柴田勝家裏切ったクソ野郎やろ。裏切るのは時代やし。でもあの裏切り方はクソダサい。あそこで柴田裏切って後々なんで人望があったんか不思議。いかがだっただろうか。史実の前田刑事はいい男じゃんと思った派人はぜひコメント欄で教えてね。今後も2チャンネルの面白い歴史の話題や、世界の謎を紹介していくので。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録して待っててね。最後までご視聴ありがとうございました。